夜ですけどね。言ってイブニングかな。ちょマイクちょっと近づけようか。小さいからこれ。ただ大声出すとみんな死ぬからな。そこだけ確保しとけよ。10 seconds remaining。これぐらいでいこう。誰だっけ？円盤。よし。消えた消えた。ガス消えたわ。ガス。メルマンさ。ルナか。うまいこといかん。どうすか？どうすか？これ。いいっすか？ありがとうございます。お、アンチメージ育てたろかい。俺ミッド行こう。キャナイミッツ。今更だけどムジラジ見たら面白かったです。ありがとう。あのツイッチの方にもね、あの1年前のだし置いといたから上げてみたんだよね。ネバーマインって言っとくわ。これ言っとくわ。いやパッチミットダメでしょ。はい、あのね、やり言いたい、あのネタはあるんだよね。ただちょっと入れる時間がないんだよね。夜ゲームしちゃうし俺。したいことはあるし、やりたいこともあるんだけどな。まあまあ、おいおい。まあ配信でもね、ゲームしながらぼちぼち喋ってるけど、それと違ってなんか間延びした話やん。ギュッと話すといいかなと。あ、これ負けたな。思うて取ったんでございますけれども、オブオブベノムか。え、レイスキング、これ終わったんじゃん。どうしようかな。霊園はどうするん。俺お風呂に行っていい。ジャガナットどこ行くん。お風呂んだな。これどっち買う。どっちか買っていいと思うんだよ。クリやめよう。ミダス行こうか。ミダスやな。キャリーなるしかねえわ。石器図だりーな。持つかな。シャガーノート何すんの。じゃ誰がミッド行くん。終わったんだけど、閉じようかなこのゲーム。というわけでね、CEO どうでしょう、C サーバーに水曜日に来るっていう、そういう企画ですけれども、今日は木曜でした。すいませんでした。イエース。あ、なんかラグいな。どうないか。You really should prepare for battle。 なんなんこいつ、喋ることを忘れてしまったの。なんなんこれ、めっちゃ明るいな、モニター。明るくしたんか、俺が。どうするん、これ。グリグラ買ってやるか。まあ、いいけどな。どうする、これ。どうする、これ。どうするこれ。イエイさん、画面のムックン見てる？見てます。30 seconds to battle。 どうしようかな。 Is this on? これいるね。
これ行こう。かなりあれなんだけど、カスみたいなことになったんだけど、誰も来ないぞ。3画面いいっすよ。いいけど、ちょっとあの右に、まあ、ツイッターしか表示しないのがいいんだけど、ちょっとこれも使おうと思ったんだよね、配信で。それを右にしてしまったせいで、何も見えない。何も見えない。敵カス。じゃあ、これに潰しに行かなきゃいけない。As you say. オーブ・オブ・ベノムのパワーである。控えよ。あ、死んだ。あ、重たいな。ダメだな、これ。あ、ラグくなるな、やっぱ配信つけると。ミッド絶対負けたやん、あんな。アジテーション。あー、これダメだな。無理っすね。モニター1枚捨てるか。カクカクするんだよね、表示が。あの配信上は多分問題ないんだよね。イエス、出てるでしょ。これ4キロでやってるん。いや、 4K じゃないよ。 4K だと死ぬと思ったから 4K はやってない。レーンが弱すぎる。やべえな、これ。あ、じゃあもう変わってないよ、モニターは。何も変わってない、これ。もう全部終わったくせえな、これ。ベルマンサーゲロ行く？長いな、良くないな、これ。もう全連終わってるんだけど、ジャガノート育てるしかねえな。ムックンって電気シェーバー使ってる？うん、俺ヒゲ生えない、女子だから。女子もヒゲ生えるけど。ベノムズ・ヴェンジェンス。もう連終わってんだけど。女の子やし。出た、オートアタック。弱いよ。うわ、前出れない。アーマーが3。なんでもな、2番開けた方が良かった、3番開けた方が良かったかな。これベルマンサーサポートもつまんねえんだよな、もうできないから。痛い痛い痛い。アーマー低下のやつ買おうと。何やっていいか分かんなくなった、この末を。やるやん、パッチ。なんでこいつオートアタックするん。何回も何回も辛い思いしといて。痛い。弱いんだけど、このヒーロー。どうしたら強くなれるか分からない。全連終わったんだけど、主に俺のせいで。ルーンあるじゃん。微妙に見えてねえな。お、ラッキー。マッチ手伝ってやるよ。おっせー。インペール。ウォッチディススポット。Yes.
ゃん。もうちょっとさ、まともな連ならよかったのにな。いない。なんでさ、チャット拒否してクソみたいなヒーローをピックしてしまうんだろうな。まあけど、結構勝ってたからな。お仕置き待っちゃうよな、これ。やっぱりモニターきついな、これ。エンシェントいけるな、これ。誰が飛ばしたんだろう。あー、ラグ。ダメだ。ダメみたいです、このゲーム。なんかスモークみたいなの見えたんだけど、気のせい。オープンないな、もらいに行こう。たまにすごいラグくなるな。めっちゃ溜まってるやん。枯れないな、これ。もうこのアルケミスト育って終わりじゃない。バッジミットなんて無理やろ。死んじゃう死んじゃう。いやもう全然無理だろ。何サポートなんてもうできないでしょ。できることなんてないんだよ俺には。いやジャングルやってるやつに言われたくないっすよね。全部ミュートしちゃおう。マイクロフォンミューテッド。アジテーション。ジャングルやってるやつがよなってな。いや本当だよね。ていうかもうテッキーズと言ったって何もできないんだもん。ブスの裁判ついてるで気ぃつけ。いやしてして大丈夫大丈夫。これいけるな、枯れるなこいつ。誰のせいでこんななんかテッキーズとクソみたいな連行もされたって、そのせいだけだからな。テッキーズがハラスとして弱すぎるんだよ。ジャガーノとマーキーだとしたら全員ミュートでいいよって誰か言ってたもんね。そうそうそう、いやもうね配信的につけてた方が面白いんだけど、ちょっともう耐えれないんですいません、切ります。切ります。やってられません。いや配信的には面白いんだよ、切れてたりするのが。ちょっとね限界です。俺のあれも入れとかなきゃ一発。やめてくれやめてくれ。もうアルケミスト育って終わりだし、やるやん。俺も介入しよう。アルケミストかエンバーかで、エンバー消した結果アルケミスト来られるって。そしてパッチミット、まあグだったらなんとかなるかもな。俺も育てばいいだけだから。え、ミダス変えるやんこいつ。変えるやん。
ちょっと待って、殴れない。強くならなきゃいけないんだけど、どうやって強くなるかだよね。With venom and venom. Pull him off. 何が勝ったらキャリーになれるか、そこから考えよう。メラマンサーの子分強っ。っていうかもう大胆に入れていいんだよな。あ、ダメだな、やっちゃいかんかったな。壊してもらうしかないな、これ。壊れないんかな。俺がいるとダメなんか。急死んだけど。お、メイデン死んだ。もう開くんだったこれ。マジやるやん。あいつやるぞ。やりよるぞあいつ。お、私はと言いますと、ミダスを作っていた。開いてたんか、これ。取っとけばよかったな。あれ強いんだけど。ベルマンサー強いぞ。もしかして俺、キャリーの素質あり？資格あるのでは、これ、ファームする。もう使えるし。けど俺、弱いな。あるだけで弱いな。アガニム買ってもな、ダメージに大したことねえんだよな。あー、ラグいな。ダメだな。はい。ちょっとモニター1枚減らすかもな。サブのモニターが結構重いんだよな、これ。毒毒ゾンビとして頭角を現してきた私、ベノマンサーです。毒の味。シージモンスターとして生きてきます。デソなどをたしなもうと思っています。ワードくれてるね、ありがとう。フレッシュ見て見捨てない。ティッキーさんゴミみたいに死んでくんやけど、どうします？俺ベノマン使うときはいつもドミネーター買ってるよ。あ、ドミネーターいいな。けどあれ古文乗らんやろ。古文に乗るんやったらなと思うんだけど。ドミネーターの買い方わからんわ俺。ここに。ワード置いてあるわ。ワード置いてある。ドミネーターいいな。そうそうそう。そういう、いやけどね。古文乗らないでしょ。意味ない、意味ない、ないな。デソ行こう、デソ。ランスよりデソでいいかな。デソ行こうか。ランス行こうか。ノバ取っといた方がいいわ。あと見えたな、肩のあるしな、めっちゃいいんやけどな。ええやん。いや、やっぱ俺シージモンスターとして出そうですね。ドミネーター乗らないでしょ。乗らないでしょしか言わないけど、乗らないでしょしか言わないけど。こっちは高い自然回復、あっちはドットダメージで3番置きながらうろうろするだけで集団戦長引けば長引くほどアドバンテージ取れる。それもいいな。やけどね、集団戦もあの視野に入れてないです。なんか私が見てるのはね、
タワー降りです。タワーを降ることだけに、注力しております。ちょっとどうなってる、あれあれだな。命は投げ捨てるものができます。乗り勝ってんだよな、あのカスが。Very nice. Dire's structures are not ready. Going. It's not time yet. あれ、アルティメット出てない。何しろこいつ、あ、死んだ。あれは？あれ倒してくれるよ。おい、俺のあれ、こいつマジ使えないんだけど。もうテッキーズ信用すんでやめまーす。信じられるのは己だけ。で、最後は MKB 行くわ。敵だな。前のテッキーかな、どうだろうな。当ててみてもいいんじゃないかな、俺。もうブラッドシーカーは諦めよう。来たら死ぬ。Not yet. Invena. 復活するんやろ。しないやん。うわ、だる。近い切れ、近い切れ。お前も食らうやん。一番取るか迷った結果、バッチも死んでんじゃん。お、死んでないやん。アルティメットないんやろ。ルナが育つな。ルナが育つ、ルナが育つ、ルナが育つぞ。本当はね、ミュートしない方がいいんだよ、配信的には。面白いから。けどね、ちょっと僕もね、イライラしちゃう。イライラしない。ちょっとプ、一応突破さ、俺。もう何も死んでもお金落とさんし。落としますね。エースキング育ってるな。結局これでいいんだよね。どうせテッキーズとレーン頑張ったってルナ育つから。俺は森で育てばいいんだよ。森王朝で乙女だな。かブラッドしか死んでんじゃん。やるじゃん。ただ時間稼い粘ったところでな。いや、キャリーいるからいっか。アルケミストが育つな。すべての視界を取りながら動く男、スパイダーマン。ダーマン。次でそうです。我々にはチームプレイという都合のいい言葉の存在さあるのは、個人プレイから生まれるあれだけだ。スタンドプレイから呼ばれるチームワークだけだ。ちょ、なんかね、描写がね、負けるときあるんだよね。これなんとかしてほしいな。敵かせ死んだな。ダメみたいです。パイプ買ってもいいんだけどな、ダリーから築城しよう、ここに。置くだけならタダだ。知ってた？これさ、クレア短くしたくない？ルナがいるな。なんかレースキングハマってるけど。視界取られてるから増えたな。敵カス頼む。敵カスサンキュー。なんか俺が倒したことになったんだけど。
このプドフェやるやん。 TP したいけどちょっといけないな。頑張れ俺の毒。それお前にスラッシュより強かった。まあいいや。これです強いぞ俺。やる。なんだこれ。我々ねチームワークという都合の良い言葉など存在せん。あるのは個人プレイから生まれるチームプレイだけだ。あれいないっぽい。いないっぽいっすね。As you say。ベンズ買おうかな。エルマンさん攻撃力ないけど強いぞ。やられてるやん。スローがえげつない。スローがえげつない。もう誰がやってるかわからんか。誰がやってるか、味方か敵がやってるかわからん。ポーズ誰かしてるぐらい見せてほしいんだけど。浮上しながら行こうぜ。デキカスファンタジー、そうさ夢だけは。死んだやけど。デキカ、あ、デキカスやっちゃった。移動速度上げた方が良かったですね。いや、なんか金だけめっちゃ溜まっていくんやけど。ウェルバンサーサポートの回見つけたな。これやわ。エンシェント借りに行こうと。パッジが暴れてる。ミッドパッジもいいのかな。もうなんか最近パッジが強くてさ、俺も認識を改めざるを得ないかもしれない気がしてきてるんだよね。ちょっと。ディスプレイ3枚でドタしてるの？そう、3枚全部ドタだから。などと意味不明なことをうんたらかんたら。ベノムス・ベンジェンス。脇を潰しながら進むとこ。あいつアムレットしか持ってねえぞ。ラディか。マジ死んだ。やったな。ただね、ラグるんだよね。モンキーとか来たら怖いんだけど。配信するときだけサブディスプレイのあれ解像度落とすかもしれない。DPI だっけ。やっぱフル HD より上だからな、これ。4K はフル HD の8倍でしょ。ただこれもまあまああるんかな。ラブリュー、なんだっけ、忘れたの。プロゲーマーから投資家に転職ですか。1440。いや、俺プロゲーマーですけど。株は買ってもね、俺売れないからもう才能ないわ、株は。いつ売ればいいか分かんない。上がるかもとか思っちゃうから。ナキエッツ。クイケスベナ。死なない。死なねえかな、毒で。切り替えたら死ぬんだけどな。ちょっと毒残ってなさそうだな、これは。15秒だからな、ワンチャン死なねえかな。死んだ。強すぎる。受け流。受け流。ああ、おもろ。このゲーム大好き。ベロム乗るんかな。いいや。乱す強えわ。こいつ乱すだわ。落ちた。ブレードメール。あー、ミッキー見つけた。死んだ。いや、ほんまベルマンサーはね、これがあるから強い。
ブレードミル買おうかな。エクス買えばいいか。ただアルティメイトないと俺ただの雑魚だからな。ちょっとうまいことこっちに誘導できればかなり倒せると思う。あー、ラグってんな。これ表示ラグるんだよね。ゴーウォッチもね、ちょっと遅れたりしたんだよね。普通になんか殴りも強いと思うんで俺。なんかもうドットだらけなんだけど。アイオブスカリ買う？ドットの鬼になる俺。けどクールダウン短くしたいよな。乱すの。乱すの。MKB 行く？ BKB 行く？次 BKB 強そうだな。ただ殴り合いできるかっていうとまだちょっと攻撃力足んないんだよね。毒頼みなとこあるからな。けどアグニム勝ってもそんな強くないんだよね。60秒になるんか。80から？いやまあこの時間なら効果あるか。あ、間違った。ピンしちゃった。ごめん。アルティメイト打って逃げりゃいいから。スタッツ上げてないからブレメ強くないと思う。いやいや、あの毒があるから。ブレードメールメインじゃなくて、バタフライ行こう。バタフライは行かない。 MKB かなんかだね。ブッシュがもう鬼のように速いんだけど。別に鬼じゃないわ。ビリビリ買おうかな。オクタリンやろやっぱり。3番出すスピード上がったら、これ短いからね、1秒が効いてくるんですわ。もうそろそろ怖いな。あいつ走ってきてたもんな。ネクロは PP じゃなくて。だけどやっぱ俺は俺の城をここに作りたい。あ、ドミネーターあればプッシュもっと早いのに。いや、ドミネーターコブ、あー、これこいつらか。これは関係ないでしょ。毒強いけどさ、ダメだな。なんかブレードメールもう買えるんだけど、意味わからん。意味わからん。なんでこんな金あるん。ビリビリ買おうかな。ドミネーターな。オーブンには乗るもんな。誰か持ってない？まあ、けど今から買うアイテムではないわな。シャドウブレーかなんか買う？ピュアやからな。ブレードメールミスった気がするな。次トラベルやな。あ、死んだなこれ。いやー、優しいね。トラベル買うとか言って TP アホみたいに書いてしまうっていう。っていうかあれに使わない方がいいんだよな、本当は。お金入らなく入るから。いっぱいレンジがベストだよね。経験値とかお金とか全部考えると、総収入とか考えると。結構俺めっちゃレベル上がってない？これ TP で買えないんだよね。攻撃力めっちゃ増えたけど、 TP して買えないけど。ブラッドシーカーにこれかけてみるよ。そういえばなんでマラカップ出ないんですか。出たいけどさ、出たいけどもう待ってんだよ枠が。ドタにもビットコインみたいな整形立てこないですか。だから俺はね、あのノロウイルスって名前でマラカップ出てるチーム倒しに行くから。強い。 MKB 買おう。何買おうかな。僕買った方が強いと思うんだよな。アサルトだな。アサルト行こう。どんどんあさっての方向に行くベルマンさ。
あー、ラグいなー。どれに行くか。味方が普通に強いんだけど。っていうか、俺もちゃんと、ドタキチはもう集まらない。いや、集まると思うで。ただ俺がね、わかんないっていうのは、行けたら行くんやけど、なんぼでも。ちょっとね、わかんないから、あんまり立てれないんだよね、予定を。本当はね、やりたいんだけどね。やっぱ当日、一期一会ぐらいかな、俺がやっていいの。これが俺の守ってきたミッドタワーだから行けばよかったな。これアサルト誰か買いそうだな。ていうか、なんか普通にこっちのチーム強いんだけど意味分からないけど、なんだこれ。あー、ラゲ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 、表示がラグってんだよな。 FPS は出てるでしょ。なんだろうな、このラグは。何なんだろうな、なんかフリッカーみたいなの出るんだよね。テッキーズが攻めじゃなくて本当に自陣に置いたおかげで俺がめっちゃ粘れるようになったな。見てこれ、こいつキャリーあるじゃないの。強ない？え、こいつ強ない？え、強い強い、好きになりそう。トラベル買おうかなとか言いつつ、なんかアイテム買っちゃうけど。イエース、ちゃんと取ってるな。え、めっちゃ強いんだけど。ベノマンサーの回出たな。ベノマンサーもさ、武器買ったら強ない？ていうかさ、もともと強いんだけどさ、タレントは何も関係ねえな。わかんない、多分俺の抑えきれない強さが出た感じやなこれ。え、俺強くない？フレッシュメイト。ていうか森枯れん強ない？なんかやってたな、森枯れやつ。突破しに行こう。トラベルコちゃんか。やっぱね、森行くべきだよ、森。あ、森じゃないわ。もう全員ね、どうせ稼がれるんだったら、自分も稼げないんだったら森で稼げばいいわ。稼げるやつはプロだってやってんじゃん。ああ、そういうことだよ。ていうか、クリスタルメディアンカースやったな。普通になんかキル取ってるしな。ていうかミッドアルミネスで負けてんの笑えるな。BKB せこいわ。それはせこいわ。あれはせこいわ。あんなんせこいわ。あんなんせこいやろ。あんなんなしやろ。何も取られた？いや、めっちゃ取られた。けど、ボトムは割れたから。まあ、こういう役割分担が大事だから、トータツ。一人でやるゲームじゃないからね。一人が。トップにね、主戦力であるルナを引きつけつつ、ボトムにね、任せるっていう。変にサポートしてもさ、その効果が、え、これも当たるんだ。効果がさ、バックしたらないんだよ。わかる？めっちゃお金あるやん。そしたら、最大効率をね、出すためには、やはり、森でね、稼ぐっていう。その間にバッキバキにされたら終わるけどな。パッジが思ったより強かった。てかあいつにつつられすぎやろ。オーマイ、オーマイ、一番レベル高いんじゃん俺。そんなことなかったわ。みんなレベル高いわ。なんか追いかけっこしてる。クールタウンここでも進むってせこいよな。なんかやってる。 BKB 買おうかな。
ベノマンサーと思えない強さなんだけど、これ鬼なんだけど、シュラがおる。多分背中にねすごい背筋出てると思う。あらず。もうワード1個出す間にみんな死ぬんだけど。これコブンいる？いやけど俺が強くなるためにその間支えてくれたワード、こいつを見捨てるわけにはいかない。売れた途端ね、元の女を捨てるような風情になっちゃいかん。一生一生に いないでいい日は。ボトムでファームするってキャリーらしさってそういうところだから。森でいいよ俺。じゃあテッキーズがどん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 領地広げていってるな。40秒でしょ、置いていいんで。何十秒でしたっけしな。もう変えたんちゃう俺。違う、スカディ買ってる。もうみんな自由自在やんこのゲーム、やりたい放題やん。普通に持ってこさせてよかったな。With vim and vim. 死んだ死んだでござる。すげえな毒やっぱり。倍になるんでしょ。倍にはならんわ、嘘ついた。1500ぐらいか。ドットだから、フラットシーカー、返しようよかな、腹立つわ。回復素材ついてたよな、本には。つけてくれや。早くできんわ、なんか知らんけど。なんで俺何が足りないの。もう一回復活するからな、こいつ。来るぞ、来るぞ。来たー強い。あ、弱い。あ、弱い。フラットシークが強い。あいつ死にそうなんだけど。すごいな。すごい戦いだな。やっぱ俺がいないとタワーは割れないね。俺がいないと始まらねえな、このゲーム。マンタ買う？何買う？次何買う？何買う？ MKB だ。強さを求めた男。強さを求めた男、森にこもるっていう。馬車買おうかな。Your middle tower is under attack. Just thought you'd want to know. 体力ないんだよなこいつ。アガニム買ってもいいけどな。いやアガニムなんていらんやろ。タラスク？ドミネーターの上位互換ね。タラスク？スカディでいっか。スカディじゃ人は死ぬんだよな。けど俺が死ぬんだよな、スカディ持ってないと。深刻な問題。俺が死ぬっていう。ていうか味方が、ビルドはまともなんだよな。頭おかしいけど。やっぱり撃ってねえ、撃ってたって。なんかいたな、メイデンか。テッキーズがもう完全に領地をね、ゲッチュしてるからな。アジテーション。結局俺が殴った方が早いっすよ。インビジしたな、あれ。ここで待ってるか。メイディンが死んでる。かわいそう。
私が来なかったな。意見持ってんの？持ってないやん。勝ったな。どうしようか。消えたな、あのカス。地雷で探査しようぜ。弾とさ、これどっちが強いんやろうな。弾かな。Hey guys。ヘロー。イエス。あ、ムシムシ。ムシムシ。やるやん。建築職人の朝は早い。片手間に毒でも吐きに行こうかな。チーズ三河屋です。弱いよ俺、弱いよ俺。倒してもしゃあねえんだよ。レグワード3倍にしても弱かったんだよね。なんかこれ敵が弱かったから勝ったんだよ結論ね。結論敵が弱かった、何も関係なかった。正直俺が何の気合いギルやってたの一緒だったな。あ、けどライオンとかだったらしんどかったかも。ベルマンスの森でアホみたいに稼いでたから、いや、タワー割ったのも良かったな。長引いてたかもな。そしたらワンチャン負けてたから、ベストを尽くした形になりますね、これは。というわけでいいですかね。結局さ、負けたと思ったやん、これ、構成で。思ったやん。でもね、勝てるんですよ、この。見てください、これ。さ、稼がれてさ、なんか最初開けてさかなと思ったけど、アルケミ最近酔わない？どうなんだろうな。あ、けど大会で活躍してるでしょあいつ。見てこれ、俺のこれ、ほらページすごいやろ。一回1位になってるからな、一瞬。しかもファームしてるだけじゃないからね。レベル先行 してベルマンスはもう、まあ、レベル先行すれば ご存知の通りスキルがクソ強いです。で、先行すればするほど強くなるから、まあ、乱せで森でファームするのは合理的ではあるな。サポートが強くなるっていうのは。ベルマンスサポート来るんじゃないですかね。ただ、邪魔されると終わるからな。それはちょっと分かんないですね。俺、エンシェントいけたもんな。なんかわけ分からんけど。めちゃくちゃだったけど。だってさ、俺、これ多分最初、この辺多分森で、ほら、森から行き出してから、ほら、これ。見てこれ、これ見てこれ。だけど味方がね、頑張ってたっていう大前提があるからね、そこを忘れちゃいけない。見てみます、ほら。ベノマン強い。ガチ盛りのこいつと、もうほんま変わらんから。もうスピード。見てこの、なんかよくわかんないアイテム。強かったのかどうかもわからないけど。斧が良かったのかどうかわからないけど。ベロマンスは、まあ、あとスタックしたったのでかかったね、エンシェントが。それあってのこの11分ミダスですけど、序盤死んでからの。チェッキーズがね、間を持たせてくれてたから。パッチさ、ミッドありなんかな？なんか強くなるからな、パッチ。ミッドいったパッチが勝つんだよね。多分低レートだから勝ってんのかな？そうはよくわかんないんだよ。ブレイドメールはいらなかったね。あったらあったでいいだろうけど、別になくてもいいですね、ブレイメールは。これほぼ顔90度曲げないと3枚目のモニター見えないからダメだね。これ多分ね、3枚目のディスプレイ切っても重いと思う。セカンドディスプレイがでかすぎる。モニターアーム買ったけど3枚目いらんかもな。 PC 買い替えるまでいらんかもしれない。
そうか、3枚目のディスプレイに古い PC つけて起動する、いやする意味ないな。見てネットワースこれ経験値だけめっちゃ稼いでんだけど、多分俺がメイデン、あメイデンだったら森で稼いでるわ。いやけどやっぱベノマンサ強いな、レベル上げてしまえば育ったキャリア相手でも。玄関でアイス食べてるので、こんばんは。こんばんは。アルティメイトと2番の毒で返り討ちできるからな。ポテンシャルがあるんだよこいつ。でこいつメインキャリーやっていいかどうかっていうと、多分あんまやんない方がいいと思うそうそう、なんていうの、個体値、個体値っていうの、ヒーロー自体の性能が高くない気がするんだけど、こいつ見て、プッシュボート 0.5 だって、申し訳程度の 6.0、アーム 4.1、 プッシュとね捉えてくれてるから、バルブは分かってる。見てこいつサポートしてるわ、サポートしながら戦ってる。お前も頑張ったよな、一生ファイトしてたなこいつ。皆さんこうね、なんかこうつまんないステータスしますけど、見てくださいこれ 9.8 で飛び抜けてますよまあいっか、もう終わろうかな今日は、なんか重たいし。だんだん上がるな、レート。めっちゃランダムしながら適当にプレイしてるだけなんだけどな。これ負けたと思ったやつだよな。俺が怖いなったやつ。じゃあ、デュオだから味方が勝ったんだ。いや、キーパーオブザレート、もう序盤むちゃくちゃあったからな、これ。相手サポートデュオっていう。ゲーム決めきれんとやっぱダメだな。割とこうなんか絶望感あったのにな、これも。どう見てもなんかあっちの方が強そうなのに、それでもですよ、勝つのは正確なんですよね。正確なんだっけ、昨日のナーガはえがったやん、あれよかったっけ。いや俺はもうなんかプロのナーガを、俺のナーガっていう時点でもうかなり不安なんだよ。それでも勝てたっていうのはでかいよね。序盤クソみたいに辛かったけど耐えて勝ったから、俺だけで勝った感じがしないからな、基本的に、どのゲームも。壊してるわけじゃないからな、俺が。味方、結局味方なんだよ。六右衛門って日本人かな。安定のイラゲージ霊。駅前、青学の柱になれ。どうす。いやイラ来てたよ、なんかもう序盤のあれ構成で、何やねんこれっつって文句言われるし、勝てなさそうだし、即ミュートしたからゲージ上がる前にファーム楽しくなってきて終わった。というわけでね、おはむじ、今日のドタツ配信終わりです。はい、終わりです。ちょっとモニターがだるすぎるのでもう終わります。重いんだよな。まあドタツやる分には問題ないけど、レインボーシックスシーズがやばそうだな。